やってはりますけどもね。やってはりますよ、やってますけども。非常に今日個人的なんですけども、まあ、1年ぶりのライブということで、うん、まあ、やっぱり1年も経つとね、皆さん1年すごく長く感じるかもしれないんですけど、僕たちおじさんにもすぐ経っちゃうんですね、1年とかって。あ、そんなに受けなかったです。ですね、1年経つとやっぱり環境ってかなり変わったりもするんです。身辺的にね、ちょっと変わった人も、確かに。いらっしゃると思います。はいはい。その中でですね、やっぱ大きな転機を迎えたものが、2人おりまして、はいはい。1つは、ファーストコーラス担当の、ズルズル。はい。はい。下鶴雄大君。そうね。名前受けた日でした。ズルズルと、はい。はい。私、ボーカルのね、シュンが、はい。大きく、こう、環境がね、もう変わった。もう言っていいんじゃないの？そうなんですよ。僕ら卒業して、そうなんですよ。卒業して4年目、4年、丸4年だったんですけど、はいはい、お二人、結婚しましてですね。お、出ない。どうも。な、投げたい今。え？初対面です。ああ。もうそこ触れたらあかんってな。そうやな。そうやな。そうやったわ。今やっと思い出した。扱い方を思い出した。そうね。一年ぶりですね。確かに。うん。ちょっと黙っとこうか。イエス。そうですね。そうですね。11月にズルズルの、はい、挙式の方に参加していただいて、旬は、まあ、来月をね、に迎えていると。はい。控えている。控えている。来月に迎えてはまだいません。はい。控えている。控えております。ね、はい。非常に楽しみなんですけども。はい。まあまあ、なかなか活動しづらくなっても、まあ、こういう。そうですね。そもそもやっていければいいな。はい。思います。よろしいでしょうか。よろしくお願いします、ね。引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。はい、あ、これは後で楽屋であります。すいませんでした。完全に楽屋トークです。はい。はい、さっきの曲、1曲だけ日本語で、ね、中島みゆきさんの、糸という曲を歌って、はい、あとハウスジャックスのね、アラウンドという曲を、ね、歌いました。歌いました。はい。はい。淡々といきましょう。はい。ほ、あと事務連絡ないですか？事務連絡は後でやろうか。よっしゃ。じゃあ、1曲、ここで、お送りしたいと思います。
てくれ